こちら業務スーパーでずっと気になっていた商品があって、ついに買ってきたので、こちらを今日は食べてみたいと思います。はい、業務スーパー行ってもね、いつも結構リピート品ばっかりいっぱい買っちゃったりするんですけど、今日は初めて買う4つです。全部これは冷凍になってるものです。まず買ってきたもの1つ目、じゃーん、こちらエッグタルト398円。濃厚カスタードクリームとサクサクのパイ生地ですって。エッグタルト美味しそうと思って買ってみました。予熱したオーブントースターで1個あたり12分加熱します。こちらブルーベリー、398円、 500g 入って398円。生のブルーベリーを凍らせたっていう冷凍ブルーベリーなんですけど、業務スーパーの冷凍の果物大好きで、あのラズベリーをね結構毎日のように食べてるんですけど、このブルーベリーは食べたことがなくって、ブルーベリーってなんか目の疲れにいいとか言うじゃないですか、体にもいいんじゃないかなと思って、ま、ヨーグルトにね混ぜてちょっと食べてみたいなと思います。こちら韓国の食べ物ホットク、 320g 入って268円。甘いおやつですね、美味しそう。もちもちした生地に黒糖とピーナッツの素朴なソースが入った優しい甘みの韓国定番のおやつです。朝食などにもぴったりです。ということで、フライパンで裏返しながら約7分加熱するか、あとオーブントースターで約5分加熱する。気になる、絶対美味しそう。こちらじゃん、キムチのチヂミ、300g 入って298円。これはキムチジミ、韓国から直輸入っていうことなんですが、韓国キムチがたっぷり入ったプチサイズのチヂミですって。美味しそう。じゃあちょっと調理していきます。まずエッグタルトは開けると、わ、すごい、あ、こんな感じで入ってるんですね。4つこんな感じで入ってます。美味しそう。このアルミカップから外してオーブントースターで焼くんですって。オーブントースターで12分焼いていきます。ホットクはこんな感じで入ってます。4枚入ってます。わ、すごい大きいサイズ、美味しそう。キムチチヂミは、はい、こんな感じで入ってます。わ、すごいいっぱい入ってる。何枚入ってるんだろう。11枚入ってます。小さいサイズの食べやすい感じの大きさのチヂミが11枚入ってました。油を敷くって書いてありますけど、結構これがもう油っぽいんで、このまま焼けるんじゃないかなと思います。このまま並べちゃおう。もう一つのフライパンではこちらホットクを1枚焼いていきます。2分ぐらいしたら裏返します。あ、いい感じ。もうちょっと焼いてもよかったかな。焦げないように裏返しながら焼いていきます。弱火でゆっくり焼いた方が良さそうですね。多分これもね、火が通ってるんで温まれば OK ですね。わ、すごい、なんかめっちゃ大ぶりなブルーベリーがいっぱい入ってます。え、めっちゃこれクオリティ高い。いちごのヨーグルトとレモンのヨーグルト入れます。ブルーベリーをいっぱいね、もう贅沢ですね。ブルーベリーをたくさん乗せていただきます。エッグタルト焼けました。230度のオーブンで10分焼いたんですが、10分でいい感じですね。美味しそう。はい、こんな感じで完成しました。10分ちょっとで完成です。はい、ということで加熱できたのでいただきます。冷凍食品って楽でいいですね。じゃん、キムチチヂミ食べてみます。美味しそう。ごま油とキムチみたいないい香りがします。はい、割るとこんな感じです。いただきます。キムチの味がする、美味しい。後から結構辛いキムチの旨味と酸味がギュッっていう感じ、美味しい。今回は
キムチのチヂミを購入したんですが、キムチが入ってない普通のチヂミもありました。なので小さい子供に、まあ、おやつとかちょっとしたご飯で出すなら普通のチヂミの方がいいかもしれないですね。もうすごい美味しいです。この早速食べてみます。こんな感じ、割ると、お、あ、すごい もちもちしてる。あんが入ってますね。いただきます。めっちゃ美味しい、美味しい。もちもちの生地なんですけど、外側のちょっとこう焼き目がついた部分はサクサクしていて、中はねピーナッツ、中のピーナッツのあんみたいなのがいい風味を出してて、めっちゃ美味しい。ちょうどいい甘さですね。すっごいめっちゃ甘いってほどじゃなくて、なんかピーナッツの香ばしい味とほろ甘い感じがして、これ美味しい。これは子供のおやつとしてもいいし、朝ごはんとかでもいいかもしれないです。じゃあ次はこちら、ヨーグルトの上にかけたブルーベリー、いただきます。すごいこれは美味しそうなブルーベリーですね。ちょっとブルーベリーだけでちょっといただきます。美味しい。水につけて解凍したりしないで、もう凍ったままのそのままヨーグルトの上に乗せたんですけど、ヨーグルトに乗せたことですぐねいい感じに半解凍みたいな感じになってて、ちょっとサクサクしてて、でもこうプルッとしてる部分もあったりして美味しいです。これはコスパめっちゃいいと思います。ブルーベリーってスーパーで生で買おうと思うと、ほんとちょっと一つかみぐらいで300円とか400円とかするじゃないですか。もうこれはすっごいいっぱい入って300円400円ぐらいだからめっちゃお得ですね。使いたい時に使いたい量だけ冷凍庫から取って食べられるから、すごい便利だなと思います。いいですねこれ。次、じゃーん、エッグタルトを食べてます。ほらこんな感じでサクサク、サクサク音がします。手で割れるかしら。いきます。いやー、カスタードクリームいっぱい、美味しそう。いただきます。美味しい。こう卵の味がしっかりする濃厚なカスタードクリームをこうねサクサクのパイ生地で包みましたみたいな感じで、すごい美味しいです。熱々で食べるから美味しいっていうのもあると思うんですけど、専門店、エッグタルト専門店みたいな味です。美味しい。4つで400円ぐらいだから1つ100円ぐらいってことですね。街中のエッグタルト屋さんとかで買ったら200円300円しますからね。そう考えたらコスパいいんじゃないでしょうか。美味しい。ちょっとね美味しいから、ね、全部食べたいと思います。あ、お腹いっぱい、お腹いっぱい。のエッグタルトはまたね後で子供と一緒にでもいただこうかなと思います。はい、ということでごちそうさまでした。今回初めて買った4品食べてみたんですが、全部当たりだったと思います。韓国直輸入のキムチのチヂミとホットク、結構キムチは辛かったですね。まあ辛いの好きなんで全然いいんですけど、美味しかったです。ホットクもサクサク、もちもちサクサク、ピーナッツのあんも美味しくてとっても美味しかったです。ブルーベリーもすごい美味しかったです。思ったより大粒ですごい味も美味しかったし、最高ですね。ヨーグルトにも合うし、アイスとかケーキとか、まあ、いろんなものに乗っけて食べたいなと思います。エッグタルトもねサクサクして、カスタードクリームは濃厚でとっても美味しかったです。まあ、全部ねリピートするかなと思うんですが、一番コスパいいなと思ったのはブルーベリーです。ブルーベリーがとってもいっぱい入っててとっても美味しいのに400円ぐらいということで、とってもお買い得、コスパいいなと思います。はい、ということで今回は私がひたすら食べる動画でした。なので業務スーパー行こうかなって思っている方のちょっとした参考になれば嬉しいです。では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。